日産自動車や日本旅行などの14社は今日、環境に配慮した持続可能な旅行を共同で開発していくと発表しました。 EV、電気自動車のレンタルや環境保全型のアクティビティなどをツアーに組み込みます。自動車会社だけだとどうしても日産が EV をなんか進めているだけだというとまだ弱いかなと、そこを他の企業と連携することによってもっと全体のうねりとしてその観光にサステイナブルというのを意識させていけることができるんじゃないかな。 EV などを使うことで旅行で排出される二酸化炭素を 20% 以上削減できるということです。第1弾となる熊本県と三重県の旅行商品は今日から予約販売を始めました。楽しむ、かつそれが結果として CO2 の削減、こういったものにつながるような取り組みであるようなことを目指していきたい。